お花紙を使って L、M、S サイズの金魚を作りましょう。 L サイズは白いお花紙1枚、赤いお花紙2枚、お花紙と同じぐらいの大きさの新聞紙1枚を使います。まず白いお花紙で目玉を作ります。お花紙を半分に裂きます。手のひらに水のりをつけてお花紙を挟み丸めます。のりをつけすぎないように気をつけましょう。のりが足りなくてまとまらない場合は少しずつ足しましょう。きれいな玉になったら押しつぶしておはじきのような形にします。これを2つ作ったら乾かしておきます。赤いお花紙を2枚重ねて縦長に置きます。お花紙の手前の部分に少し糊をつけます。丸めた新聞紙を真ん中より少しずらしておきます。それを手前から向こうへくるくると包んでいき、最後に少し糊をつけて留めます。お花紙の端が手前に来るようにして両側を平らに折ります。真ん中を潰さないように軽く持ったら、端の部分を向こうからこちらにねじります。短い方は糊をつけて貼ります。こちらが頭になります。長い方はねじる部分に軽く糊をつけてから、反対側と同じように向こうからこちらにねじります。こちらが尾びれになります。三角に切り取って、お花紙の端の部分を開き、三つに分かれたような形にします。切り取った残りの部分で腹びれを作ります。三角二つをこのような形に貼り合わせておきます。背びれは三角の長い辺に糊をつけ、背中の真ん中に貼ります。その後でお腹の真ん中に糊をつけて腹びれを貼ります。乾かしておいた白目の真ん中に黒マジックで目玉を描きます。金魚の頭にボンドで目玉を貼り付けます。形を整えて出来上がりです。M サイズの材料は白いお花紙2分の1枚と赤いお花紙1枚、新聞紙はお花紙2分の1枚くらいの大きさです。目玉は白いお花紙を半分に切って丸めます。体は赤いお花紙を半分に折ったら、 M サイズの場合は横長に置きます。L サイズのように縦長に置くと、端をねじった時に破れやすくなります。お花紙の置き方以外は、L サイズの時と同じようにして作ります。S サイズの材料は、白いお花紙4分の1枚と、赤いお花紙2分の1枚、新聞紙はお花紙4分の1くらいの大きさです。作り方は L サイズと同じですが、半分に折ってから縦長に置いて作ってください。これで L、M、S の金魚ができました。
これくらいの大きさの差ができます。サイズを変えて親子にしたり、お花紙の色をオレンジや黒など変えたりして作ってみましょう。水色や青のお花紙を下に貼って、水の中を泳いでいるように飾りましょう。